はい、皆さんこんにちは。バツイチ生活研修場のハイさんです。さてね、久々に外やろうかなと思ってます。最近ね、正直遊びすぎた山いっぱい行っちゃったりとかしてたからね、全然何もできないんですよ。なんでね、今日はね、庭というか芝はね、もう今季最後かな。 2.5 センチのやつで全部買って、もうこれでもう冬を迎えましょう。もっと早くね、刈る人もいるみたいなんですけど、萩さんはね、もう今日しかない。あとはね、もういい加減さつまやもね、収穫しようかと思っております。なかなかね、できなかったんでね、さつまやもの収穫が。これはね、もう全然もうこれで冬野菜はね、作れません。正直言って、また夏までお休みかなって感じになるんですけど、ちょっとね、きれいにして、ちゃんと取れてるかどうか正直わからないぐらいになってるんですけど、この一面、さつまやも畑だと全部剥がして、芋取っていこうかと思っております。まあ今日はね、本当単なる作業動画になりますので、淡々と見ていただければと思いますので、それでは。いやー、疲れました。すごい量のツルでした。で、こうやってマルチ張ってたんで、芋はね、この隙間のところに、ね、できてる感じです。ちょっとね、これめくってみましょうか。ペロペロペロっとね、まあ、どうかな。一応ね、一列取ってみましたけど、ありますね。頭覗かせてるやつだ。ほら、こんなにボコボコボコっと。そうじゃないところにもね、ちょこっとなんか残骸みたいなところなんですけど、ありますんで、ちょっとこれね、頑張って掘っていきたいと思います。じゃあ、ちょっとスキップ。軽く一列掘ってみました。この量、ちょっと皮むけちゃったらうまく取れなかったりするんですけど、すごいですね。これまあ一気には食べられないので、新聞紙にくるんで、ね、保存しておけば随分保存効きますんで、ちょっとしばらくは芋料理作って
ていこうかなと思います。今日はさすがちょっとくたびれたなのでこの辺にしようかなと思いますので、じゃあまた次は料理でも作りましょうかね。では。